皆さん、おはようございます。じゃあ、北海道旅行の2日目ですね。今、チェックアウトして、でこれから、まあ、2時間かかるなんですけど、電車に乗って、人生初めてのニセコに行きます。でね、ホテル、フリーコーヒーがあって、今ちょうど飲みながら向かってます。飲みながらっていうか、蓋がなくて滑れないように頑張っております。はい、で電車がめっちゃちっちゃい。やば、あぼ、こんにちは。めちゃくちゃ寒いなんですけれども、はい、飛んでいます。これから乗り換え30分ぐらいでこの池で待ちます。じゃあ次ののは鐘やります。超楽しい。楽しい楽しい。おいしい。温かい。甘い。甘いね。シェイクもできない。はい、やっとニセコにたどり着きました。よし、まあニセコといってもニセコ駅なんで。これから、15分ぐらい歩きのところなんですが、町まで行きます。はい、めっちゃ楽しみです。もうめっちゃ寒いんですけど、でもワクワクです。移動に疲れましたので、これからたくさん食べたいと思います。で、みんなさんによくニセコはすごい高いでしょってコメントいただきますが、もうこちらのニセコ駅の周辺のカフェですと、そんな風に思いませんでしたね。まあなんていうか、想定したよりかはちょっと高かったんですが、まあ、東京のちょっとおしゃれしたカフェと同じ値段帯じゃないかなと思います。で、夜は一応地元のバーに行きましたが、バーの方は東京より、まあ、2000円ぐらい安かったです。はい、なので次回ニセコに来たら、またぜひお酒飲みに行きたいと思います。ご飯も食べて、これからバスに乗ってアンヌブリスキー場に行きます。なんか名前も全然めっちゃ言いづらいじゃないですか。アンヌブリ、すごい雪が積もってますよ。これアンヌパカって面白いですよね。以上です。でね、今回は人生初めてスキー場に来てるのに滑る予定がありません。そう、今日はただただこうなんか路地で泊まって、なんていうか、真冬の景色を楽しみたいと思います。よいしょ、そしたらですね、ニセコの有名な予定さんがちょっとだけ見えます。まあ、天気がね悪くてそんなに見えないんですけど、明日はねちょっと晴れ予定で、明日の方が景色楽しめると思います。ね、めっちゃくちゃ寒くなってきたんですね。あー、ていうかもうマークになっちゃいました。そう、なんか手袋買うの浮かばなくて。はい、本日の泊まり先です。
今回の旅行ではゆっくり過ごしたかったのでログハウスで泊まることにしました。でこちらはね、あのアンヌプリスキー場から徒歩5分ぐらいのエリアで、とても人気なログハウスです。でバス停の名前はポテト共和国で、すごい珍しくてなんだろうなと思ってマスターに聞いたら、昔はポテトはたくさん取れたところだそうです。開業から40年以上で2代目の方が経営しています。周りを見ると他に誰もいないです。いや、まあ、誰一人もないです。いるんですけど、なんかスキー場帰りの人か、車まで歩いてる人たちか、こういうふうに散歩してる人が、人がないんです。いないですね、はい。お酒好きなので、今回の旅行で一番気に入った観光地はこちらのニセコ蒸留場です。中に入りますと、発酵とロースト、チョコレートのような香りが広がって、とても素敵な空間です。テイスティング付きの見学ツアーもございますが、私たちは着くのはとても遅くて、残念ながら間に合いませんでした。ただし、バースタンドの方で無料で試飲できます。ウイスキーとジーノ作られていますが、まだ3年経っていなかったので、残念ながらウイスキーを飲むことはできませんでしたが、クラフトジンがとても美味しかったです。で、今ネットで確認しましたら、結構いろんな賞をもらってるので、皆さんもぜひどこか見かけたら飲んでみてください。売店には甘酒と日本酒置いてあって、なぜだろうと思って調べたら、一応八海さんと同じ会社らしいです。ログハウスに戻って夜ご飯です。ここから皆さんに失敗した話を共有していきたいと思います。はい、でどういう話っていうと、おそらく皆さんがわかりだと思いますが、ニセコってニセコの駅の周辺の場所ではありません。はい、で皆さんどうですか、知ってましたか？私はね、全然知らなくて、なんかとりあえず、ニセコニセコってみんな言ってるから、ニセコ駅のことでしょうねって思って、何も調べずに、ニセコあたりで、ニセコ駅の近くに場所を取って、この感じ、旅行を楽しんでいますが、実はもともと行きたかった、感じたかったところは全然違うらしいです。でその後はバーでお酒飲みながら、少しバテンダーさんとお話ししていましたが、ニセコで一番な人気エリアではクッチャンらしいです。で確かに私たちも電車に乗ってクッチャン駅周辺だったと思うんですけど、乗り換えはしてたんですけど、その乗り換えの時点でたくさんの人が降りちゃって、次の電車、ニセコまでの電車待ってるのは、ほぼ私たちしかいなかったです。はい。その時点で気づけばよかったかもしれないんですけど、全く何も気づかず、で普通にニセコの駅降りたら、もうガラガラで店もほとんどなくて、人も全然歩いてなくて、あれなんかネットで写真とかニュースとか見ると、すごい外国人にエリアが賑わってて、いつも人気でもうやばいぐらい混んでるっていう、何回もニュースで見ましたが、あ、これって違くない？ってみたいな感じの雰囲気になっちゃいました。なので皆さんはニセコ行きたくなったら、ニセコ駅じゃないところに行ってください。はい、ご飯を食べて、これから温泉でゆったりとゆったりと着きます。ニセコエリアではパウダースノーだけではなく温泉も有名らしいです。で調べた感じですと、ニセコで温泉種類はなんと16種類もあります。うちは今回1箇所しか行きませんでしたが、まだまだ行けるところはたくさんあります。